はい、それじゃあレックス君と一緒に AP 解説と生き延びたい。あー、バブリシャスナミねえ、ロッカーレックス君だけいつもなんか。え、開始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 、何レックス君なんか、乳牛アリスターとかさ、うん、なんかあんま関係ないんだよな、ずっとバブル外しちゃったね。あの、スキル取ってなかった、ずっと5発目いた、猫いた。まあ、スキルでもそこ取ってなかったら偉いね。これ一本取られたよ、おじちゃん。でもね、あ、外してるから意味ないよね。とりあえずまあ2レベ先行だね。今跳ねないんだ。回復しすぎだろこいつ。俺も回復してるけど。あ、意外にせえよ。見食いましょういっか。2-1の法則だねこれ。オッケー。3レベオールインウィンやね。私に生き延びる。死んだわ。ナイス。ユーミちゃん。いやでもユーミ強い。あ、やばい。カミール来てる。ユーミに殺される。ああ、ユーミに殺されればよかったかな。いやでもね、無理やな。あの時間間に合わん。無理か。うん。強くなって。SDL リーオンリージャングルでカミルやっとるやん。私が怖い。こっちやねんな。トップレーンのパワーが攻撃されています。確かに。今のタイミングあんま強くねえんだよな。開始開始。怪しい。受賞積んでるわ。戦わなくていいやで。うん。まあでもね、入るまでのこの900円って高いよなこれ。それをやってんねえ。カミール来てる。リグゾ入れてる。バブル。ああ、マジか、死ぬのか。これ一軒ってやれたくない？なんで引いたんだろう。スノヘルスで。なんか野草いるんだけど。なんで？なんで？見といて。ウェーブ押して。誰？スワップ始まったけど。ね、早くない？アナモネ入れてくるわ。オッケー。見えてる？トップレーンのタワーが攻撃されています。どこも化け物だらけ。敵を倒しました。ナイス、野草さんいいっすね。いいっすね。今持ってんじゃん。もう中回復しよう。オッケー。キモ。入らないの？まあまだいてもいいかなって。
ラゴン行くのこれ。やめてきた方がいいと思うけどな。ドラゴンを攻撃。なんかさ、ワスドラゴン弱くね。まあ、相手が合わせてくれるんだったら。うわー、すんごやーば。ナイスうまいやつを、てか。うわ、ドラキルエンダー予想うまいわ。やりますな。いやー、惜しい。このヤスオ、やれるヤスオか。やりますね、あなた。ナイス。ヤスオかなり意識高いね。さすがスワップを早めにしてきた男。やるな。あんまいないからな、ソロ級とかディオでやっててスワップ意識してるミッドレーナー。うん、全然変わってくれん。うん、ダメもん、はっきり言って。あ、うまーいねー。安定してるよ。やれますね。やれそうですね。うん、やれそうだね。相手の弱点を突く。山原さん、ヤスオとマスターイハハズレが多い分当たり引くと嬉しい3倍。珍しいですよ、これ当たりなんて。かられるのはあなたです。ええ。山原さん、昔はゴムケーキ1個食えたのに今半分。うますぎてごめん。はい、完璧。ナミが強い。あ、なんかちょっとそこの二人強くない。シャカ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 。私誰女優のナミはカシャ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 俳優のヤスオと結婚いたします。結婚してるやん。え、裏切り。え、裏切りの大きな、あの多彩一夫制やからさ。多彩一夫制。うん、一歳一夫多彩制。多彩制か。バスタワーおる前のスワップのタイミングってどんな時なんですかって。なんかまあ今みたいな感じじゃない。前はドラゴン前に絶対変わってたけどね。競技シーンとか変わるけどね。うん、なんか4分ぐらいで変わるよ。あの4分ぐらいの1回リコールのタイミングでも変わる。優しいんでね。本当だ、離婚したからかな。え、ちょっと柔らか。うん、ごめん。起きるが落ちん。いいん。いいよ、行っていいよ。大丈夫？ああ、いいの。私たち再婚しました。ちょっと、うちの子取らないでもらえる？ボイドの起きてその一。ネクストステージさん、どうもー。やっぱフミネックスなんだよねってことなんだよね。まあそうなんだよね。ねえ、なんかピンも育ってんな。ダメージやべえ。あ、危なかった。もう危なかった。もう危なかった。あー、危ない。ないからね。君のトゥ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 。最後に愛は勝つ。最後に愛は勝つ。なんで、あ、100円なだけだった。うん、100円か。100円か。あのエズリアルダイソーに売ってるわ。ダイソーかあれ。うん、ダイソーや。100均かあれ。100均やな。
当たりやそうなんて珍しいもん聞いたぜ。まあ味方を当たりにするかどうかはね、俺たちにかかってるから。確かに俺たちがいつも大当たりだもんな。そう、AP 会社ならフローウォータースタッフの方が良さそうやな。魔力とスキル、魔力とスキルヘイスト上げれるっていう味方のいいよその力強いプレイ。長いね。ユーミにも猫当ててるバブル。おーぼやがー。あ気持ちいいんじゃーちゃんじゃー気持ちいいんじゃー気持ちゃんじゃー。あー入ろ入ろ。あん？あワードあったんご。ちっちゃく泣いてる。かわいい。え、ちっちゃかった今。うん、ちっちゃかった？ちっちゃいなあ、なんか。え、嘘。すげえちっちゃいな。ブリリ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 リ。ユミちゃん浮かれてるのフルヘルスナイス。なんか作動とする。これ波ウルトあるよ。ヤスは死んでる。もう溶けなかったやべ。大丈夫大丈夫大丈夫。ドラゴンバロンいっちゃおう。うん、いっちゃういっちゃおう。これ育って楽しいやつやん。ワードあるよ。ごめん、突撃してきそうだな。やべ、突撃してくるこれ。うん、死んだわ。俺って柔らかかったんや。嘘やで、ナビやで。アビオラ死んだ。カイさんも死ぬよ。危ない。俺死なへん死なへん。これマナピッチじゃなくてあれかな、マナリバイバルの方が良かったかな。何それ。あ違うわ、マナブーツはマナブーツや。あのエンチャントがマナリバイバルの方が良かったかなって。リデンプションより。あ、なんか回復増やせるやつ。そうそう、回復とバリアが増えるやつ。 10% だっけ、なんか新しいやつやんね。うん、そうそうそう。何積もうかな。俺たちの一番弱い駒にあいつらウルト使いやがったぜ。うぅ、え、なんかもう積みたアイテムねえな。なんでもいいな。なんかやつらの好きなアイテムって何？ワイリフで。あー、フローでいいじゃん。フローウォータースタッフ。お、入ってるか。入ってる入ってる。素材でも素材もいってんのか。素材もいってる。で、帝国も積んでる。全部やん。アデセンか。あー、まあアデセン一応もらっとくか。取れてるよ。やーん、俺何もしてない。
いや、ケインがいいフォーカスの受け方してる。あ、4年で俺とも、え、止まってる？待て待て、こんにちは。ナイスー、オリポールキル。やっぱウルトってのがね、最後まで残っとくもんなんだよね。スバラスバラ、こんばんはに。ワニコン。こっから結構もっと強くなるのに、終わっちゃったな。うん、アンコアからみたいなとこあんのにな、カイさん。悲しいよ。勝てえな。まあでも終わったでしょう。ジジェイ、ナイス。グッドアフタヌーン。グッドアフタヌーン。ロールするもう。いや、まだやな。まだ？あと1、2本？そうやね。俺もうあとに。そんなにしてないよな、俺ら。あ、でも結構ダメージ出てるわ。よかった。ナイスナイス。ご視聴ありがとうございました。まあシンプルに強いカイタでした。まあ俺的にブーツはね、この2コアまでに1靴にしといて、2コア後にマナーブーツにするのがおすすめかなと思っております。高評価、チャンネル登録お願いします。まあマナブー初手絶対優先で作りたいけどさ、2コア目作るよりかは先にマナブーツの方がなんか強そうじゃない？いや、なんかマナブーツあったとてダブル打ってもあんま意味ないみたいなのがある。ああ。まあ、マナブーツやんのかもな。わからん。はい、それじゃ、バイじゃ。